を滅ぼされ、その兄亡き後は織田家の血族を己の命で守り抜いた義に生きた姫とは。お市の方、地とは古より知恵を学ぶ行い、加賀百万石の祖でもある前田利家の妻は学問に秀で武芸に立てた。利家亡き後は自らを犠牲に家を守った。地に生きた姫とは報酬いいこと前田松仁義礼智の心、木下藤吉郎の立身出世を陰で支え、羽柴秀吉時代より家臣の信頼も得て政治も執り行い、豊臣秀吉亡き後は落職するも、江戸時代をも生き抜いた真に生きた姫と、北の万国のこと、おね、皇統、親に対する日、先祖に対する礼、江戸幕府を開いた徳川家康の母、幼き頃竹千代と呼ばれた家康は引き離され、その身を案じていながらも桶狭間の戦いの後再会、高校により平和に長寿を全うした。ここに来た姫とは、お代の姫、お代の姫、仁義礼智信奉、西より伝わる6つの徳の項を持ち、平成の世によみがえりしは、愛知に生まれし姫たち。私は織田信長様が妹、浅井三姉妹の母、一にござりまする。いっとばー、ありがとうございます。はい、そして私が徳川家康様が母、織田にございまする。織田殿、私は豊臣秀吉様が妻、北の万だから方、お姉ちゃん、お姉様。はい、他に本日おりませぬが、お市様の娘、はい、郷姫様、そして信長様が最も愛された狐様、本当はね6人で活動しておりますが、本日は4人で参りました。はい、皆さんもご存知、愛知はの武将様のふるさとなんでございまする。織田信長様や豊臣秀吉様、徳川家康様などなど、生まれた地がここ愛知県なんでございまする。それはのより多くの皆様に知っていただくために、なんと400年前からよみがえってまいりました。ということで皆様、本日はセントレア出陣祭りをお越しいただき誠にありがとうございます。やはりね、緊張感が漂っとるようなお、ね、はい、気がしたんじゃけど、はいはい、そう、先ほど、ね、天下一決定戦円の発表があったということで、はい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 、あったって、いた、はい、出る出させていただきますこたびもね、私たちも2回目の挑戦ということで、はい、ね、昨年に引き続き信長様、ご存知の方おるやもしれませんが、私たちは予選で敗れました、うん、で、しかし女子が夢を持っても良い時代ということで、はい、私たち今回も三条つかまつります。みんなが応援をして、一時様ね、はい、ね、本当にね、もう今日このような時をね迎えて、私も本に嬉しい思いまする。戦国時代に千の利休様が一期一会という言葉を残されました。この言葉はこの時間、この瞬間を大切に真心を尽くしていこうという意味にござりまする。そんな思いを私たち日々持ちつつおもてなしをさせていただいております。
最後にこの曲をお送りいたしまする。いちご一会。一期一会。